宮城公演の熱気冷めやらぬ中、ナンバーアンダーライン愛が福井へ向かう。福井でファンと再会するナンバーアンダーライン愛の3人、ガンユータ、平野翔、神宮寺ョ太ユータの感動ストーリー。福井公演でのサプライズに期待。宮城公演の成功を祝うファンの歓声がまだ耳に残る中、ナンバーアンダーライン愛の3人、ガンユータ、平野翔、神宮寺ョ太ユータは次のステージへと向かっていた。 彼らの目的地は福井。興奮と期待を胸に、新たな地でファンとの再会を果たすためだ。彼らが移動する姿を目にしたファンは、まるで奇跡を見たかのように歓声を上げ、その熱気は一瞬で広がった。彼らの登場は、まさに待ち望んでいた瞬間だった。福井公園に向かう途中の光景は、まるで映画のワンシーンのようだった。交通機関や街角で彼らを見つけたファンたちは、 スマートフォンを手に持ち、必死にその瞬間を記録しようとする。大きな声援とともにカメラのシャッターアウトが鳴り響き、彼らがそこにいるという事実を心に刻み込もうとしていた。三人はそんな熱狂的なファンの反応にも、終始穏やかな笑顔で応じていた。ガン太は、ファンの方に軽く手を振り、平野翔は目を細めてにこやかに手を挙げる。その一方で、神宮寺優太は少し照れさそうにしながらも、 優しい微笑みを浮かべていた。その自然体な姿勢が、ファンにとっては一層の喜びであり、彼らが私たちを大切にしてくれている、という感覚を強く抱かせた。福井に向かうナンバーアンダーライン愛の姿は、まさに、今ここに存在している、という実感をファンに与える貴重な瞬間だった。彼らはステージの上だけではなく、日常の中でもファンとのつながりを大切にしていることを、このささやかな瞬間で証明していた。 ファンたちはその短い一瞬に込められた三人の優しさや誠実さに心を打たれずに入られなかった。次の公演地である福井でも期待は高まっている。福井でのパフォーマンスは宮城での成功を引き継ぐものとなるだろうという確信がファンの間に広がっている。特に福井は彼らが約二年半ぶりに訪れる場所であり、その間に積み重ねられたファンの期待は相当なものだ。福井で彼らに会える日が来るなんて 夢みたいという声が SNS 上に溢れ、チケットを手にしたファンも、まだ手にできていないファンも、皆興奮を抑えきれない様子だ。ナンバーアンダーライン愛がこの福井で、どのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、どんな驚きをもたらしてくれるのか、すべてが未知数であるからこそ、その期待感は日に日に膨れ上がっている。福井でのライブは、特に地元ファンにとって特別な意味を持っている。 長らく待ち続けた再会の場であり、彼らにとっては一生忘れられない思い出となるに違いない。さらに、福井は日本の中でも特有の文化と歴史を持つ土地であり、ナンバーアンダーライン愛の三人も、その土地ならではの魅力に触れ、新しいインスピレーションを得ることが期待されている。宮城公園では、伊達政宗の兜をかぶり、ファンに笑顔を届けた姿が話題となったが、 福井でも地元の歴史や文化にインスパイアされた特別な演出があるのではないか、という予想が立てられている。ファンの期待が高まる中、3人はどう依頼いられてくれるのか。その答えはまだわからないが、一つ確かなのは、彼らがこれまで以上に心を込めてステージに立つだろうということだ。ナンバーアンダーラインアイはただのパフォーマーではなく、ファンとの絆を何よりも大切にしているアーティストである。彼らの笑顔や言葉、 そしてその一つ一つの動作が、ファンにとっては何よりの宝物だ。そのため、福井公演でも、3人がファンとの心のつながりを感じながら、全力でパフォーマンスを披露する姿が目に浮かぶ。福井での公演を楽しみにするファンの中には、宮城でのライブに参加できなかった人も多い。そのため、彼らは福井での公演に一層の期待を寄せている。SNS 上には、福井で会えるのが楽しみ。 というメッセージが飛び交い、ライブに向けた準備を進めるファンの姿が伺える。彼らがライブをどのように楽しむのか、その瞬間を共にすることで、福井全体が熱気と歓喜に包まれることは間違いない。また、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちも、福井という新たなステージで、自身のパフォーマンスにさらに磨きをかけるだろう。彼らにとっても、ファンと直接触れ合う機会は、何よりのモチベーションとなる。 宮城公演では観客との距離感を大切にしたパフォーマンスが多く見られたが、福井でも同様に観客との対話を重視したステージになることが予想される。ファンにとってナンバーアンダーライン愛のステージは単なるコンサートではない。それは一つの体験であり、共有する時間そのものがかけがえのないものだ。福井での公演も間違いなくその例外ではないだろう。ファンの心に残る 特別な瞬間が次々と生まれるはずだ。そして、その瞬間瞬間がファンとの絆を一層深め、彼らとの関係を強化していくことだろう。福井公演が無事に終わった後、また新たな感動が生まれるだろう。その感動は、宮城でのライブと同じく、SNS を通じて全国のファンに伝わり、次の公演地への期待がさらに高まっていく。これこそがナンバーアンダーライン愛のツアーの魅力であり、 一度その魅力に触れたファンは、もう離れることができなくなるのだ。ナンバーアンダーライン愛の三人は、常にファンの期待に依頼、それ以上の感動を届けるために、ステージ上で全力を尽くしている。福井での公演も、その例外ではない。ファンと共に作り上げる特別な瞬間が、再び歴史に刻まれることだろう。その瞬間を待ちわびるファンの気持ちは、一つ一つの応援メッセージに現れている。 彼らが福井でどのような驚きと感動をもたらすのか、それはもうすぐ明らかになる。福井でのステージが終わった時、ナンバーアンダーライン愛とファンはまた一歩、特別な関係を深めることになる。ファンの期待に依頼続ける三人の姿が、これからも多くの人々に希望と喜びを与えるに違いない。福井での公演が終わると、全国のファンはその感動の余韻に浸りながら、次なる公演地へと気持ちを移していく。 福井でのステージは多くの人々にとって一生忘れられない特別な瞬間となり、SNS 上ではライブの詳細なレポートや感想が飛び交い、その興奮が広がっていく。その一方で、ナンバーアンダーライン愛の3人も新たな地へと向かい、次のステージに向けて準備を進めているだろう。彼らのツアーはまるで旅のようだ。毎回異なる土地で新しいファンに出会い、それぞれの公演が一つの物語のように繋がっている。 福井でのパフォーマンスが終わった後、彼らは再び新しい挑戦に向き合う。それは、ただのライブではなく、毎回その場にいるファンにとって特別な体験を提供するためのものだ。ファンとのつながりを大切にするナンバーアンダーライン愛だからこそ、そのパフォーマンスには一切の妥協がない。彼らは常に、最高の瞬間をファンに届けるために全力を尽くしている。次の公演地でも、 ファンは彼らの登場を待ちわびている。ツアーが進むにつれ、ファンの期待はますます高まり、その期待に応えるために彼らはさらに進化していく。各地でのライブが終わるたびに、彼らのパフォーマンスはさらに洗練され、観客との距離感もより深いものになっていく。福井での成功は、その過程の一つのステップであり、次なる公演へのステージが用意されているのだ。しかし、ツアーが進むにつれ、 ファンの間では少しずつ別れの予感も漂い始める。ツアーの終わりが近づくと、再び彼らに会える日がいつになるのか、次はどんな形で彼らのパフォーマンスを楽しめるのかという思いが胸をよぎるのだ。それでも、ファンは今この瞬間を全力で楽しもうとする。各地の公園での特別な時間を共有することが、彼らにとって最大の喜びであり、その瞬間が未来への希望をつなぐからだ。 ツアーの最終章が近づくにつれ、ファンも3人もその特別な時間が終わりに近づいていることを意識する。しかし、その終わりが悲しみを伴うものではないことは、ファンもよく理解している。なぜなら、彼らが再び戻ってくることを信じているからだ。彼らの音楽、パフォーマンス、そしてファンとの絆は一時的なものではなく、長く続いていくものだという確信がある。ツアーが終わる瞬間には、 何か特別な感動が訪れるだろう。最後のステージが近づくにつれ、3人もファンも、これまでの旅路を振り返り、無数の思い出が蘇るに違いない。宮城、福井、そして他の公演地での経験が一つにつながり、最終的にツアー全体が一つの物語として完成する。その物語は、ただのエンターテインメントではなく、ファンとの心のつながりが築いた奇跡の瞬間であることを、 彼らは心から感じているだろう。ツアーの終盤に向かう中で、ナンバーアンダーライン愛の3人は、ファンに向けて感謝の気持ちを伝える機会も増えていくだろう。これまで支えてくれたファンへの感謝の言葉は、彼らにとっても非常に大切なものだ。ステージ上で交わされる一言一言が、ファンにとっては大きな意味を持ち、その言葉がこれからの未来への希望を抱かせるのだ。最後の公演が終わった後、 三人は一旦ステージを降りるだろう。しかし、それは終わりではなく、新たな始まりだ。ナンバーアンダーライン愛は常に進化し続けるグループであり、彼らの次のステップが何であれ、それを楽しみにしているファンが必ずいる。そして、そのファンとの絆が、これからも彼らの音楽や活動に大きな力を与えることだろう。ツアーが終了した後も、彼らとファンの絆は消えることはない。 SNS やメディアを通じて、彼らの活動は常にファンの目に触れ続け、次なるチャレンジへの期待が膨らむ。ファンは彼らの成功を心から願い、彼らが次にどんな驚きを届けてくれるのかを楽しみにしている。そして、その期待がある限り、ナンバーアンダーラインアイはその期待に依頼続けるだろう。最終的に、このツアーは彼らのキャリアの中で一つの重要な節目となり、 次ののステージへの橋渡しととななることは間違いない。ファンにとっても彼らとの旅はまだ終わっていない。これからも彼らとの新たな冒険が始まることをファンは信じて疑わない。そしてその未来はこれまで以上に輝かしいものになることだろう。ナンバーアンダーラインアイのツアーは彼らとファンとの間に新たな歴史を築き上げる特別な時間だった。各地での公演が一つ一つ彼らとファンの心をつなぎ、 最終的にその絆がさらに強くなる。その結果、彼らは今後もファンと共に歩み続けるだろう。新しい挑戦、新しい音楽、そして新しい物語が、これからも続いていく。そのすべてが、ファンとの永遠の絆を育むためにあるのだ。